生まれたよ生まれたよ野上の生食パン、優しくて柔らかな野上の生食パン、子供たちも大好き。10月17日放送分、坂上裕二のエンモーニング、今回のゲストは大阪堺市浜寺にあります歯医者さん上野歯科の上野康幸先生です。よろしくお願いします。どうもいらっしゃいませ。ありがとうございます。先生やっと来てくれましたやん、はい、もう僕は本当にいつも、はい、先生に歯のお手入れをしていただいてるんですけども、お店じゃないですよ、上野歯科医院の方でお世話になってるんですけど、最近これおすすめですよね。そうですね、ね、まあ、虫歯歯周予防ね、はい、いやこれはもうぜひね、はい、皆さん使ってもらって、エリちゃんもちょっとそろそろ歯のこと気になったりするでしょ、はい、いやそうですね、なんかやっぱりちょっと行きにくい気持ちやっぱりあって、正直あるので、はいね、頑張っていかないといけないな。先生今日はね、はい、朝の番組なんで、はい、ちょっと聞いてる方も、はい、ちょっと歯の治療のこととかね、はい、気になること、はい、気になってる方もいらっしゃると思うんで、はい、ちょっとその辺をちょっとお聞きしていきたいなと思いますので、はい、ちょっとたっぷりと先生のアピールと、はい、委員のアピールをしてください、はい、よろしくお願いします。皆さん聞いてください。先生も向こうです。